解きたいと思います。このボーナストラックですからね。ありがとうございます。よく来ていただきました。このピアノが2つもあるなんてすごいでしょ。こんなホテルないですよ、ね、どこ探しても、静かな時に、映える曲、アベマリアっていっぱい作ってるけどね、グノーさんのアベマリア、有名な曲です。やってみたいと思います。リストのコンソレーションナンバー3、ね、癒しっていうことですから、どうぞ癒されていただければと思います。Thank you.
ました。ちょうどあと2分ですか。橋ですよって聞いて降りてきてくれたお客様、はじめまして、田村正勝って言います。知らなかったでしょ。あのね、音楽家なんだけど、いろんな本当出会いってあるもんでね、20年ぐらい前にね、ラジオ局の控え室でモノマネ芸人さんとお話ししておったんですね。そしたらね、その方が言うんですよ。私の声が似てるから一緒にモノマネやりましょうと。へえ、そうなんだと思ってね。で、やってみたらね、意外と受けたんです。新三郎です。、ね、だからまあ、モノマネなんかやってるとね、本当に面白いもんで、全国のイベントに呼ばれていっておったんですね。東京、大阪、九州、鹿児島ね、忙しくなってテレビにもちょこちょこ出るようになってね、これから面白くなるようになっている時にね、みんな経験してきました。世の中がコロナになってしまいました、ね、コロナになったらこんなにのんきに旅行なんてできない、ねね、東京の人はもう出るな動くなそんな3年間でしたね。私たち音楽家もね、コンサートができない人います。ね、コンサートできない、もうしょうがないですね。で、私が良かったのは、実は、よく聞かれるんだけど、田村さん、どこから来たんですか。私、網走から来たんですって。あ、そうなんだ。網走なんですよ。ね、実はこのホテルがとても近くてね、だから、ここのロビーコンサートだったら経費もかかんないし、毎日のようにできたんですね。で、そこで考えました。もうコンサートもイベントも何もできない。そしたら、カメラで撮って、YouTube なんですよ、YouTube。ね、インターネットの YouTube。ね、今ね、この YouTube でお客様とつながる、だからここはね、結構遠くからお越しのお客様多いですね、海外からも多いし、だから YouTube があれば、別に遠くからお越しのお客様でもね、時々でも見て、つながることができるなと思って、だからまあ、今日は田村正勝を覚えていただきます、ね、覚えていただければ、なんかお土産になるでしょう。というわけで、40分ぐらいですけども、田村正勝賞、今日はね、生の音をお届けします。一応音楽家ですからね、オカリナ、そしてピアノ。オカリナ知ってるでしょ、オカリナ、こんなおもちゃ、ね、これ私軽い気持ちで始めたんだけどね、ひょっとしたらこれピアノよりこっちの方がお客様が喜んでいただいてるなって思ってるんですね。まあ楽しみにしておいてください。せっかくまあこんなにピアノあるから1曲弾いて、それからオカリナのコンサートです。それでは40分ぐらいお付き合いください。田村正勝賞です。ありがとうございます。コロナの時にね、本当にもうみんな不自由な思いしたんだけど、こんな話があってね、免疫が強ければいいんだってね。免疫がなかったら志村さんみたいにコロッといっちゃって、千葉真一さんとかね、コロッといっちゃってね。じゃあね、コロッといかない人が今残ってるんだけど、モーツァルトを聴けば自律神経が整って免疫がしっかり働くよ。モーツァルト1曲やってオカリナのコンサートにします。ケッヘル3112楽章。Thank you.
ピアノはね、そんな珍しい楽器じゃないんだけど、やっぱりオカリナなんですよ。オカリナのことはよく知ってると思うんだけどね、ここのコンサートやってて本当によく聞くのは、いや、オカリナの音を初めて聞いたよですね。意外と割とそうなんだね。まあ、おもちゃですかね、所詮ね。ただ、これがとても素敵なんです。さて、この3年、4年ほどですけどね、コロナの影響もあって、もうほとんど外に出かけることもほとんどなくて、ここのコンサートばっかりずっとやってて、ここの舞台がすごく発展してきました。どういうふうに発展したかって言ったらね、普通このオカリナを吹くときにはカラオケを使うんだけど、もうカラオケやめましたね。多少ピアノが弾けますからね、ピアノ伴奏をやります。このね、すごいでしょ。オカリナを吹くときに手が塞がるのにどうやってピアノ弾くのってね、手順なんです、手順ね。こんなコンサートやってる人いないよ、きっと私ですねえ、すごいでしょこれ。まあ、腕がないけどね。実はね、このピアノ仕掛けがあるんですよ。あらかじめ私、いろんな曲の伴奏を弾いてる。弾いたらね、その鍵盤の動きにコンピューターに記録できるんです。でそのままね、自動演奏できる、ね、これを使って一人で、もう一人で二役だったらね、まるで大谷君みたいですまあ大谷君ほどじゃないけどね、まあ聴いてください。何せやっぱり生の音でね、やるんだからね、それが自慢です。ちょっと前半後半に分けましてね、前半まで実は私オリジナル曲がいっぱいあるんですよ。それを何曲かちょっと聴いていただいて、で後半はみんなが、皆さんがよく知ってる曲をやりたいと思います。穏やかな曲からいきましょうかね。オリジナルいくつかご用意しました。ベーシックシーン5番おもろ。Thank you.
このオカリナっていう楽器は音色を楽しむ楽器でね、難しいことしなくてもいい、ね、私の作る曲はまあシンプルな曲が多くて、次はベーシック C 8番聴いてください。
スイートスタンド、これもともとピアノ用に作ってみたんだけど、オカリナでやったら意外と良かったんでね、スイートスタンド聴いてください。簡単だし、ね、なんでね、これね、ここに笛がついてるね。
吹いたら音が出る。それでね、指だってめちゃくちゃ簡単なんですよ、これ。ドレミファソラシドを見てるんだと。順番になる。ね、覚えやすい。覚えるまでもないね。もちろんシャープもフラットも出るし、音域ももって広いからね。これからやるいろんな曲もやります。さて、 YouTube 見てちょうだいで、ね、申し上げました。 YouTube 見ていただけるお客様がほんと少しずつ、ね、ほんとこれお笑い芸人とは別にとは違ってね、もうバーッとはいかない。ちょっとずつちょっとずつ、1人増えて2人増えて、そしたら2人減ってみたいな。それで少しずつ増えてきてね、リクエストいただくようになって、ね、でリクエストにお答えしてたらこんなことになっちゃって、もうとても大変、数えたら200を超えてるんですよね。さて、今日はどれからいこうかな。いい曲いっぱいあるんですよ。さんが亡くなった時にね、これやってくれっていうことでね、スバル、スバルから始めたいと思います。
ね、よく頑張ってたのにな。一曲名曲が残ってますので、もしもピアノが弾けたら、ね、やってみたいと思います。これね、オカリナも聴いてほしいけど、ピアノバースがかっこいいんだよね。もしもピアノが弾けたら聴いてください。さて、いろんな曲があります。
ましてね、やってる途中にね、お客様のこんな曲があるよって言ってくれりゃあればやるし、なければすぐ伴奏作って YouTube にアップしますからね、言ってみてください。森田浩一とトップギャラね、懐かしいですね、これね、青春時代。
最後から。あ、これ懐かしいんじゃないですかね。うん、今ね、こうやってあの、大体こうやってもう毎日毎日毎日いろんなお客様をお迎えしてるんだけどね、大体もうあの層が決まってるんでね、まずお金と時間がある人、ね、大体70代、80代。そうなんだよね。まあまあ、しょうがないよね。今まで頑張ってきたんだからね。私はまあそれに近いですけどね。さて、そのお客様が、懐かしいであろう、瀬戸の花嫁。さて、もういよいよ時間的にね、最後の曲になっちゃうんですけども、何行こうかな、最後の曲に、印象的な曲、何行こうかな、ごめんね、これ行こうか。これね、たぶん NHK かなんかの旅番組のテーマ曲だったら、小さな旅っていう曲があるね、まあ、みんな聞いたことあると思います、ね、最後の曲になります。あとは YouTube で楽しんでください。応援してください。ありがとうね、小さな旅、小さな旅。
ありがとうございました。